幼虫、アリモドキゾウムシは、甲虫目、ゾウムシ状化、ツギリゾウムシ化に分類されるゾウムシの一種。インドやミャンマーなどのアジアが起源と考えられている。日本では、北緯30度以南の南西諸島と小笠原諸島に移入分布する。体長6ミ、mm、ルメートルの朝顔、小昼顔、浜昼顔、群オ昼顔、ウソウ、サツマイモなどを食べる。 1903年に沖縄県で、1914年に小笠原諸島で発生が確認され始めた。1940年代に奄美群島全域に拡大し、1950年代にトカラ列島全域に拡散した。その後も、1959年に種ヶ島と曲島、1965年に鹿児島県南部へと北上を続けた。1995年には、 南西諸島から遠く離れた高知県室戸市で発見されたりもした。鹿児島県の機械島では2001年から有元気象虫根絶防除事業を開始し、不妊虫を放つのと同時に個体数をできる限り減らすための防除を実施している。島単位での根絶に成功している事例はあるが、再び侵入を繰り返してしまっており、分布拡大防止と防除を含めた日本全体での 対策が必要となっている。2012年6月から久米島で実施していた有ゾウムシの駆除確認調査において2013年1月11日に沖縄県の那覇植物貿易事務所は実質的に根絶を確認したと発表した。不妊虫放し害法によるカブトムシの根絶は世界初となる。2013年5月22日、那覇市内にあるホテルで 久米島アリモドキゾウムシ根絶記念式典が開催された。日本では植物防疫法により特殊害虫に指定されており、発生地から未発生地へのサツマイモ類などの規制される植物の移動が規制されている。また、日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。ABCDEF 山口隆博天見群島におけるアリモドキゾウムシの生態と、 本絶防除に関する研究、鹿児島の総世憲法、第3巻、2009年、PP73 から146、2011年6月25日、閲覧。村上交渉、和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館、2002年9月30日。ISBN4 から8052から0706、X。AB 山口隆弘。 宮地勝彦、和田智彦、湯田達也、鳩野哲也、西原悟、木村浩二、東直樹、田中武夫、中村隆久、里島真嗣、機械等における有り戻き虫の分布と、発生象徴、9秒中堅解放第53巻、2007年、PP45 から49、2011年6月25日、閲覧。ありがとうございます。